ド。伊藤折り返してボレエンド、身長高い選手が残っている大井、中央へ折り返してシュート打ってきた。入ってくるヒールパス、ワンタッチでルキア、鈴木、今日先制ゴール、鈴木のシュート、今日2点目。山並みのボール、ルキアンの頭、ゴール前、決めた。さあ、ここのサポートの選手いるか、中には山田裕樹もいるが、どこを使うか、横浜だ、鈴木優斗の右足だ。さあ、右サイドはまた鈴木。中に入ってきて、左足で狙う、あっと決まりました。河村、そしてこの小原と決めて1点成功。さあ、岩田は巻き返しなのか、クロスが入る、遠いサイドは鈴木優斗はどうだ、決まった。左足のところで中に入れてきたファーサイド、鈴木優斗決めた。